listening to Shibuya Cross FM.渋谷でランデブー。はーい、こんばんは。よろしくお願いします。なんか、おしとやかキャラに今日はしてる感じですか？なんか企んでますね。いや、ルルルルって言ってで、まどかと渋谷でランデブーのコールがあるまではやっぱ喋っちゃいけないじゃないですか。そうですね、基本はね、僕らは、ね、うん、はい、まあ喋でも喋んなかったらやっぱ動かないじゃないですか。だからやっぱみんな最初やっぱ静止画かと思ってるんじゃないかなっていう不安はやっぱ ね、 確かにね、やっぱ3人ともこうやって固まってるから、こうやってガン飛ばしながらカメラに向かってね、止まってるじゃんみたいなね、何この人たちみたいな。なるほどなるほど。だから動いた方がいいですね。あ、そうですね、喋っちゃいけないんですよね。一応そうですね、一応そうですよね。あのちゃんとタイトルコールがあるまではは、動けよって言いそうに なりましたんで、動きでじゃあこう、はい、で動画がちゃんと今再生されてますよっていうのを伝えないといけないですね。ね、でいいと思いますよ。はい、はい、5月1日ですね。はい、頑張りました。始まってもうゴールデンウィーク中間日っていうの、まだ中間ではないか、初日ぐらい。そうですね、どういうカウントなんですかね、ゴールデンウィークは。もう始まってるんですよね、一応。29土曜日から、はいはいはい、とか、皆さんもうゴールデンウィークに突入はしてるので、突入はして、まあ、はい、そうだからね。なんかアメリカの少年みたいな声出しましたね。ねえ、今違う人が入ってきたのかと思いました、本当に。はーい。そうね、中間ですね。多いですよね。多いですよね。なんかどの街ついても人が本当増えたなと思って、だいぶね、賑やかになってきて、はい、そう、で、日もだいぶ、なんかまだ昼間みたいだもんね。いや、本当ですよね。え、なんか4月中、ここまで明るくなかった気がする。暗かったですよね。なんか5月になった途端に、ね、なんか急な、ね、もう夏も近いですよ。恥ずかしいですね、こんだけ明るいとなんか、うん、ね、なんかちょっとわかる、昼間の放送っぽい感じしますよね。そうですね、こんばんは感がない、ランデブー感ないですね。ランデブー感が、だからこっからね、徐々にランデブー感がね、この番組中に、中にね、ちょうどランデブー、エロい感じになってくるっていう感じですね。少しずつね、エロの方向に。そう、そこまでは言ってないですけどね。そうですか。そこまでは言ってないんですよ。パトスのようにね。パトスをね、やっぱね、パトスの赴くままに。もうツイッターのね、コメントがもう企んでるじゃないですか。何がですか。もう企み満載な。企んでないですよ、全然やっぱ。パトスのあの感情的な、情熱的なポージングが見れるかもしれませんよ、じゃないんですよ。もうね、パトス、毎週企んでるツイートしかしてないですから、ね。パトスの意味を家に帰ってすぐ調べて、パトス、YouTube でパトスを僕は調べて、再生回数伸びてましたね。あれ、僕ですから見てんの、パトスの。やめて。ミュージックビデオ。そんな見なくていいですから。停止してましたから、途中で。停止しなくていい、パトスのとこ。パトスの、パトスポーズのところ、あれは本当に皆さん、パトスポーズがね、パトスポーズなんてないじゃん。あ、ナンピオンところか、ちょっと調べてくればよかったですね、パトスポーズのところ。いいから、あのね、パトスポーズ、まさにパトスという、ね、そういう意味だったのかと。停止してみるもんでもないんですよ。いやまま停止してみてほしいんですよ、あれは。パトスポーズ、そうじゃないの、ちゃんとすごいみんな見てるし、パトスという意味を、これまさにパトス、赴くままに。違うんだって、私の赴くままにの心のパトスですから、あれは全然ね、本当になんだっけ、翼ちゃん慣れてないですね。相当パーセンテージ上がってきましたよ、また髪切りに行ったね、徐々にね。そんなね、今日メイクしてます？してます。今日薄めじゃないですか、ちょっと。うわ、今日レクチャー誰もしてくれなかったから、自分でやっちゃったんで、ちょっと薄くなっちゃいましたね。でもちょっと、ちょっと白い、うん、でもちゃんと下地塗ってましたもんね。下地塗ってましたね。あの、何ですか、ファンデーション下地。ファンデーション下地、あんなに潤うんですね、ファンデーション下地っていうのは。そうですよ、だってね、急にお粉しちゃうと、はい、もうガサッとしちゃうので。そういうことなんですね。だからそういうのも一個ずつがやっぱ意味があって、はい、そうでございます。いや、奥が深いなっていうのをやっぱ、はい、ね、でもね、なんか、そう、ぶつけちゃったりしてますよね。なんか、映ってないから、映ってるか。メイクのね、勉強はね、ちゃんとなんか結構動画とか見てるらしいんですけど、はい、言動がね、翼ちゃんらしからぬ感じですからね。はい、言動はでもこんな感じじゃないですか、本田翼ちゃんってこういう。本田翼ちゃんもっとね、あの少年っぽさはあるけど、はい、なんか
ドシモネタみたいな感じで言わないよね。ドシモネタ言ってないでしょ。パトスポーズがみたいなこと言わないですから。パトスポーズは本当に見てます。本当に最低。最低しないで。そう。パトス。知らない、分かんない人もいる。いや今日先週、先月見てないとちょっと分かんないんですけど、うん、パトスポーズっていうのが今日流れると思いますね、多分。いや今日はねパトス流れないですね。流れなかった。 YouTube で窓かスペースパトスで調べてミュージックビデオ出てきますんで、そこの1分ぐらい、はい、1分ぐらいするとパトスがパトスポーズが出てくるんで、溢れるパトスがいいんですよ。そこは誰もね求めてない。それは皆さん見てほしいんですよ。求めてないんです。俺こそがランデブー、はい、じゃあもうカクテルいきますよ。俺こそがランデブーですから、はい、本日5月1日の誕生日カクテルご紹介します、はいはい、今日はシャンゼリーゼです。ほう、はい、シャンゼリーゼ、もうフレンチ、おフレンチ感がいいですね。はい、酒言葉が心地よい雰囲気を作り出す朗らかな人ね、なんかこうロマンチックな感じでいいですね。フランスパリのドゴール広場からコンコルド広場に通じる観光地としても有名な通りの名前を持つスタンダードカクテルです。色合いや雰囲気は同じブランデーベースのカクテルサイドカーとよく似てますが、ハーブ系リキュールシャルトリューズジョーヌを使用することでサイドカーよりも甘口のカクテル。ただアルコール度数結構高い、 30% 前後。高いね。ね、そう、シャンゼリーゼ意外とね、名前とは裏腹にすごいですね。そう、ブランデーベースのカクテルながら休日の昼下がりにテラス席で飲みたくなるような不思議な明るさを持つ。まさに今日ですね。もう今日、休日の昼下がり の、 シャンゼリーゼ、このオープンでここでシャンゼリーゼ本当に行きたかったです ね、 ね、そうですね、うん、ちょっとオープンカフェとかで ね飲んだら ねちょっと気分も上がると思います、うん、そうですね、今度行きましょうね。ね、行かないな、はい、なんで誰も行きましょうねってなんで言わないんですか。行きましょうね今度ね、シャンゼリーゼ飲みに ね、 ちょっとね、滝川姉妹ではね、かもしれないですけどね、はい、ね、俺を排除するんじゃないよ。しのすけさんどうかな、どうかな、どうだかな、行きましょうか、はい、3人でね、今度ね。今日はね、何の日かと言いますと、ね、はい、ご紹介していきますよ。ね、変な人だからね、相手にしない方がいいよ。はい、全然相手にしてくんない、全然シャンゼリーゼしてくんないのね、はい、俺とは、ね、今日、はい、5月1日は何の日かと言いますと、はい、メーデーの日。なんかよく聞くじゃないですか、メーデーの日。ね、まあ、一応ね調べてみたら、ヨーロッパでは夏の訪れを祝う日として古くから祝日とされてきましたが、始まりは1886年5月1日アメリカのシカゴで1日12時間から14時間勤務が当たり前だった、うん、そうなんですね、うん、でその労働環境の改善を求めて労働者がゼネラルストライキを起こし、8時間労働の実現を要求したことを由来するそうです。そう、日本もね、あの連合では毎年この時期に東京での中央大会に加え、各都道府県地方連合会や地域協議会でも独自のメーデーが開かれて、結構ね、いろいろイベント、これすごいですね、14時間働いてたのに、うん、やっぱ8時間に急になったら、うん、めっちゃ楽でしょうね。いや、すごい楽ですよ、ね、もう終わりみたいな、今日いいの帰ってみたいな、ちょっとほぼ半分になってるじゃないですか。半分ですもんね、約半分になってるから全然違うと思う。全然違いますよね。ね、今だって8時間って結構ね長いなって思うけど、これが4時間になるってことですから ね、うん、すぐ、いや、もうすぐあっという間ですよ、ね、だから皆さんね、今日はね、あのお仕事の方もね今日いらっしゃると思うんですけど、ああ、そうですね、でもね、お休みの方はまたゆっくり素敵なね休日祝日にしていただけたらと思います。はい、はい、では本日の1曲目聴いていただきたいと思います。まどかで I can't stop loving you、 聴いてください、ご覧ください、どうぞ。孤独、堕落、揺れ動く、 No。
はい、まどかで I can't stop loving you を聞いていただきました。ありがとうございます。そう、 I can't stop、 いや、やってない、やってないやってません、やってないやん、やもう全部台無し、全部台無し、やってないから、やってなかったですか、やってないから、いや、すごい、ちょっとしっくりくるけど、そう、すごいしっくりくるけど、やってないから、いや、一緒にみんなも やった方がいいですよ、今度、本当にどうするんですか、次のライブでダンサーさん、これやってたら、やってほしいです、それは、それはそれで、それはそれで面白いけど、全部しんのすけさんのせい、もう、本当に、やっぱすごい耳に残りますよね、そうなんです、なんか、サビが、ね、さっき曲中に話してたんですけど、あのゴーストバスターズのレイ・パーカージュニアさんに作曲していただいた曲で、はい、でもうね、なんかこう歌い方とか歌の世界観もすごいセクシーな方なので、帝王なので、もうやっぱね、こういう大人なロマンチックムードのあるいい曲をいただきましたよ、デビュー当時。これちょっとツイッターとかね、うん、あの、うん、YouTube ショートとかで流行りそうですね。I can't stop は、うん、なんか流行りそうですよね。TikTok いけるかな。なんかあのサビが何回か入れれるじゃないですか。あの短い間に。確かに。でそこでなんかポーズを3回ぐらい決めるっていうので、はい、これはバズりますよ、これは。本当かな。マドカさん。怪しいな。これは TikTok で。なんか信用できない。なんか怖いっすよ、これ。怪しさしかないじゃないですか、しんのすけさんね。でも俺が先に言ってますから。何かを企んでるしかないから。いや、先に俺言ってましたよねっていうのは言いたいですよ。俺は、俺が言ってましたよ、先に I can stop の感じが流行るって。I can't stop じゃないんで。これ怪しいじゃん、I can't stop。はい、じゃあもう行きますよ。次のコーナー行きますよ。はい。もフェイバリットムービーコーナー参りたいと思います。なんかしんのすけさんはありますか、おすすめ、おすすめの映画ですか、映画でもアニメでもドラマでもいいですけど。そうですよね、どうした急に真面目な、うん、全く用意してなかったです、全然思い浮かばないけどね。じゃあ全然ないならないで、いや、ないってことはないんですよ、 あるんですけど、うん、ちょっとやっぱ思い出せないっていうのはちょっと今、あ、今は思い出せない。ちょっと今、I can't stop の方が、ね、追い出されちゃったっていうのが、はい、振り付けまで聞きながら押し出されちゃったっていう感じになります、ね、振り付けまでね、すいません、はい、そう言ったんで、ね、お二人が何かおすすめあれば、ヒカルさん、すいません、はい、じゃあ私から行かせていただきます。これ今期のアニメなんですけど、うん、あの漫画も今連載中でどんどん更新されていってるんですけど、うん、推しの子っていうね、うん、アニメが聞いたことある、あるね、今期アニメが始まって今3話まで放送されてるんですけど、はい、うん、あのこの世界において嘘は武器だ、この世界は芸能界において嘘は武器だ、アイドルの女の子の話なんですけど、うんうん、はい、これパッて見た時、漫画とかの表紙とか、うん、アニメの、まあ、予告とか見た時に、まあ、普通のアイドルの可愛い子の話なんだろうなって思うじゃないですか。第1話からそういう展開ってなる、
とんでもないぐらいの展開どんでん返しが。そうなんですよ、ね、あそういう絵のタッチじゃないのにみたいな、そういう表紙じゃないのに、あそうなんですよ。だいたいアニメって3話とかそこら辺から変わってくじゃないですか、うんうんうん、もう第1話からえそういう変わり方しちゃっていいのってぐらい予想ができない。コメディタッチな、めちゃくちゃ絵可愛いんですよ。ちゃんちゃんミスっちゃいましたみたいな漫画じゃないんですね、推しの子って。そうなんですよ。どういうファンちゃんみたいな。ミスっちゃった。ミスっちゃいました。おそ松くんだな。おそ松くんじゃないんだから。シェーとかじゃないんだから。おそ松くんじゃないの、推しの子っていうのは。レトロな、レトロなね、コメディ感ありましたよね。バカモンとかじゃないんだから。すごいレトロな、懐かしい感じのコメディ感。みたいな感じやめてください。めちゃくちゃコメディ感満載ですけど。そうなんですよ。はい、その感じじゃないんですね。そうなんですよ。で、すごい内容が、まあ私たちその芸のそういうのやらせてもらってじゃないですか、いろいろ考えさせられるアニメで、私今漫画最新話まで百何十話ぐらいまで出てるの読んだんですけど、すごい考えさせられるんですよ。えそれリンクもするってこと、自分にちょっと重なる部分もある。 ありますし、ファンの方への気持ちとか、はい、そういうのもすごい、ファンが尊すぎて第1話だしめっちゃ号泣したんですよ。ファンのこう推しを推してる熱量というか、それにすごい感動して、わ尊いって思ってめちゃくちゃ泣いちゃって、逆にこう表に立ってる人にしか分からない感情もあれば、ファン側で推してる人がいる人でも分かる感情っていうのがすごくね、なんか考えさせられてめちゃくちゃ面白いんで、よかったら見てみてください。推しの子今ね放送してます、アマプラとかでも。アマプラのみではなく、他でも多分放送してますね、アニメで。漫画ももう今全巻出てる、まだ完結はしてないです。完結はしてないけど、はい、結構な数出てるのかな。そうですね、うん、アプリとかでも見れたりするんで、うんうん、はい、ジャンプのアプリとかでも見れるのでね、はい、推しの子推しの子、これね、はい、めちゃくちゃ題名も覚えておいてください、はい、そして主題歌の YOASOBI さんの曲も、いいね、いいね、アニメを見てからその曲聴くと泣けます、うん、走馬灯のように映像が、すごい曲もいいんですよ。ぜひ見てみてください、ね、推しの子ダブルでね、はい、はい、ぜひ見てみてください。はい、はい、じゃあね、今日は私もご紹介させていただくんですが、前もね、短編映画のアプリがあって、はい、サマンサっていうアプリがあるんですけど、だいたい15分から20分間の短編の洋画を見れるサイトがあって、面白そう、サマンサ、そうで、すごくコアな、はい、結構ホラーもあるしコメディーもあるし、はいはい、あとはちょっとシリアス系、はいはいはい、サスペンス、あと結構考えさせられるドキュメンタリー風のもあるんですけど、最近私見たのはとある孤独な老人がこう、いつも他人に、例えばお店に行ってコーヒーこれちょうだいって言って注文しても、ちょっと待っててみたく、なんか無視されがちな、ちょっと印象の薄いおじいちゃん、はいはいはい、で例えば道ですれ違った人にもだいたい覚えられてないようなおじいちゃんなんだけど、実はある日ロンドンに出かけた彼が、そのこうなんだろう、透明人間のように存在感の薄さを武器に、とある大きなことを起こす。なるほど。でそれが分かるのよ。20分間で完結する。完結するの。そう。それを逆手にとって何かをやる。逆手にとって何かを。でそれが最後こう伏線が回収されてパッて分かるんだけど、そうめちゃくちゃ面白いです。ミスター・インビジブルっていうね、映画で。透明人間的なことですね。そうです。もうそれぐらい印象が薄いおじいちゃんなんだけど、あ。こういうことっていう、どうなんのよ、ちょっと教えてほしいなすごいな、教えられません。15分20分で完結するのすごいね。だって教えちゃったらもうこれ、特に短編映画だからおしまいだから。僕の予測としては、うん、やっぱ銀行強盗をするとか、あ私もそう想像しました、万引きをするとか、覆面してとかね、うん、そうそうそう、覆面しなくても気づかれないみたいなね、下から逆に覚えられちゃったみたいな、ちゃんちゃん、うん、いやだからおそ松くんとかじゃないんだけど、おそ松くんじゃないんですよ、これ違う、ミスターインビジブルですか、ミスターおそ松くんみたいになっちゃう。もうだからそのね、サマンサーっていうアプリで、私結構電車移動中とかに見れるんですけど、サマンサー無料、あ無料じゃないです、いくらですか、月額多分数百円だったと思うんですけど、あでも安いですね、500円ぐらいだったかな、はいはいはい、でそれで結構いろんなの見れるので、
ぜひ。いいですね、電車。いや、俺短編映画好きなんですよ、うん、そういうの。やっぱり、ね、結末がすぐやってくるじゃないですか。で、展開も早いし、うん、無駄ながないってことですもんね。でも結構意味がこう含まれてる映画が多いから、そのね、短い時間に。メッセージ性が。メッセージ性が強いのもね、多いので、ぜひチェックしてみてください。はい。はい、では、ここで本日の2曲目聴いていただきます。まどかでブルームーン聴いてください。どうぞ。まどかでブルームーン聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、曲かかるたびにしんのすけさんがあっ、ね、パトスじゃない、ね、パトスじゃない。そうですね、パトス推しなんで僕は。本当にパトスはもうむしろね、あの CD アルバムを買っていただいて、はい、そこにね、あのPV 入ってますので。なるほど、サインはしていただけるんでしょ、はい、もちろんサインもしますので、あ、ありがとうございます、ね、はい、あのぜひね、ご購入もいただけたら嬉しいです。ではタロット占いコーナー参りたいと思います。かわされると嬉しいね。自然な流れ、自然な流れ、この音楽が悲しく感じますね。あの切ない、ね、CD をかわされてしまいました。もうそれこそちゃんちゃんちゃんね、ちゃんちゃん。はい、じゃあね、今週の皆さんの運勢、はい、このね、ゴールデンウィーク中、はい、いや、これ大事ですよ。いや、大事ですよ、うん、だって結構ね、あの聞いてみると一人旅に行かれる方もいたりするし、またね、ちょっと普段行かないところに行って新しい出会いとか、はいはい、なんか再会とかもあるかもしれないですしね。そうですよ。そう、どんな1週間になるか見ていきましょう。バーベキュー行く人もいるでしょ。バーベキュー行く人もいますからね。バーベキューね、うん、そうですよね。なんかお天気も結構ずっと良さそうな感じ。付き合う人も出てくるんだろうな。このゴールデンウィーク中に付き合う人もね。バーベキューで出会っちゃったよね。出会っちゃってバーベキューでね、友達が連れてきたんですけどみたいなね。ねえっつって。はい。ちょっと水かけ。はい、あ、逆位置ですけれども。ほら、しんのすけさんがそういうこと言うから。そう言うから。逆位置出ちゃった。関係ないだろ。いや、センシーなカード出てきたな、ずいぶん。もう
まあ確かにセクシーですけど、パトスみたいな、はい、パトス、まあ、パトスっていうカードですけど、はい、ストレングス、力のカードの逆位置ですね。だから、まあ、もしかしたらあのちょっと体力消耗しちゃうかもしれないっていうところはね、そう、あとはちょっと元気がね、あの思った以上に元気出ないなとか精神的に疲れちゃうなっていうことがあるので、はいはいはい、バランスを見てね楽しんでいただけるとね、はい、いいのかなと思うんですけど、じゃあゴールデンウィークだからってっ、ね、あんまりハメを外しすぎないっていう、そう、そうですね、どっちかっていうと、はい、今のその状況がちょっと情緒不安定になったりとか、あとはなんか諦めちゃったり、まあいいやって惰性になっちゃいそうな気がするので、はいはいはい、あのそこを分かっておけばね、逆にあここはちゃんと力入れておこうとか頑張っておこうって思えたらまたその運気が変わってくるので、なるほど、そう、あの自分の努力不足とかが自覚ないまま計画して動いちゃうと失敗しますよっていうね、そう、だからそこのバランスをうまくちゃんとで精神と肉体のパワー不足になっちゃうので、そうちょっと温存しておくといいかもしれないです。そうで、あの人間関係はこう逆に強がらずに、わからないこととかなんかちょっと大変なことがあったら人を頼った方がその関係性もね良くなっていくので、ぜひねゆっくりと、あと優しい言葉遣いをね心がけると人間関係恋愛面も良くなるので、早く言ってくださいよ。なんですよ、手遅れですよ、手遅れじゃない、26分間ずっと方言を入ってましたよ僕は。ずっと I can't stop じゃないんですよね。早く言って、それ最初に言ってくんないと。そうですよ、もうしゃあないね、手遅れ、しょうがないですね。はい、じゃあね皆さんいい週間をお過ごしください。はい、ではメッセージご紹介します。はい、今回のテーマはゴールデンウィークはどう過ごすですね。はい、はい、今回お二ついただいております、はい、まずお一人目読ませていただきます、はい、ラジオネームジェントルさんからです。ジェントルさん、ありがとうございます。はい、この日だけはワクワクが止まらず我が輩やってきましたぞ。まどかお嬢様、ひかるお嬢様、はい、やはりこの方本田慎之助様。本田慎之助、本田慎之助、はい、最近受賞みたいですね。本田慎之助みたいね。いいですね、はい、今回のお題ですが、我が輩の場合ゴールデンウィークでも休みではないのでこれといって変わりません、うん、むしろ道路は混み飲食店なども混むので、我が輩のゴールデンウィークは外食を控え、ね、うん、家に帰ったら引きこもり家でアニメなどを見ることになりますかな、うん、いいですね、ね、いいですね、ゆっくりと過ごすのもね、うん、はい、楽しいですから ね、 ね、その前に食料の買いだめですな。彼女と行きたいな、はい、ディズニーランド、あれ来なかった、いじってきてんじゃない、しかも俺のディズニーランドいじってきてんだろこれ。もういじってきてる、俺のディズニーランド、ナクリヒロリックからついに買い物だと思いましたから、もう首真っ赤ですよ、恥ずかしさで、恥ずかしさで首真っ赤、もうとうとう、もうディズニーランドをいじられて、栗卒業したから褒めようかと思ったら俺いじってきてんじゃねえかよ本当に。なんなんだよ一体、ディズニーランドデートの呼びが入りましたよ。そう、ディズニーランドで、ね、ディズニーランドでじゃないんですよ、いいんですよ、もう文字化しないで、文字さんも、文字までは、文字はいいんですよ、字幕さんももうねおなじみですからね、声伝わんないから文字でいじろうじゃないんですよ。文字でいじったろって。いいでしょ、俺だってディズニーランド行ったって。いいな、視聴者さんからもこういじってもらえる。優しい笑顔で今書いてあったよね。優しい笑顔、ディズニーランドでって言って。体温上がるわ、本当に。もう、すごいさっき首真っ赤でした。何なんだろうな、本当になんか。サウナ後の人みたいな。苦手意識出てくるな、だんだん。サウナ後の人みたいだったよね。行きたいな、ディズニーランド。ディズニーランドじゃないんだよ。いいな、どこも出かけないっすよ、なんかディズニーランドじゃないんだよ。家でこもるっつってんだから。なんでディズニーランド行っちゃうのよ。あなたディズニーランド行くんですか、うん、はい、ディズニーランド行くんですか、行ってもいいでしょ、別に行く可能性はありますよ。って何、可能性はありますよ、そりゃ You in って言った今、うん、ジャンボリミッキーです、それは、ね、ジャンボリミッキー踊らないと、おごってください、ね、ジャンボリミッキー踊らないとですよ、ね、それパトス、それパトスダンス、それパトスダンス、これパトスだからじゃない、パトスでもないです、これは。勝手に創作されたパトスダンスですからね。はい、続いて続いて、はい、読ませていただきます。ラジオネーム秀弘さんからです。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。まどかさん、いかるさん、しんのすけさん、こんばんは。こんばんは。今週のテーマ、ゴールデンウィークはどう過ごす、
僕の今年は4月29日から5月7日の9連休になりましたが、すごい、いいですね、すごいですね、何でもできる、どこかに出かけたりしないで、うん、うちの周りでのんびりしてようと思います。いいですね、いいですね、それはいい、ゆったりと ね家の中を片付けたり、自炊したり、ウォーキングしたり、ね、YouTube 見たりしてると思います。ところで話は変わりますが、はいはい、本日のしんのすけさんは、はい、本田翼何パーセントですか？そうですよ、それやってなかった。よく今日やってないでここまで来るって予想できましたね。もしかしたら大阪で話してる可能性あるのさすがなのに、よく分かりましたね。さすが、すごい、言ってなかったもんな、ね、前 16.5 とかだったんで、 16.5 とかそういう感じですよね、そんぐらいの。今日メイク薄いし、ちょっと薄めなんだよな。髪はこの間の時から切って、翼ちゃんでお願いしますって言ってやってきましたよ。でも後ろだけ跳ねちゃってる。後ろね、なんか跳ねちゃってるんだよな。ちょっとしかもあのちゃんっぽいんだよな、これ。ちょっと前下がりでね、どっちかっていうとあのさんですよね。そうね、あのちゃんヘアなんですよね。あのちゃんヘアなんだよな、だから。だから今度またコテでね、はい、ちょっと直してみるといいかもしれないですね。ヘアアイロンで。内巻きに？そう、内巻きでちょっとね。で今あのウルフっぽいじゃないですか、本田翼さん。だから後ろをちょっとこう跳ねさせて、前はこう落としてってやるとちょっといいかもしれない。いいかもしれないですね。ね。はい、ということで25ぐらいでいいでしょうか、今日は。17、わ、一緒かかるよ。3、17.3。いや、こう刻むなぁ。いや、点3に納得いく意味は分かんないよ、本当に。その表を見せてくれ、何の加点かを。いいいいいいって言ってるけど、もう 17.3 ですね、はい、それぐらいですね、17.3%。 何か1ヶ月に1回しか査定ない、はい、1ヶ月で1%ぐらいしか伸びてないんですよ。だからもっと変わらないと。そうですよ、こっちの責任。そうですこの姉妹がね、はい、だから本当に恐ろしい。17.3 にしてもらえてるっていうのがもうむしろ大きすぎるぐらいですよ。上がってるんだ。そうそうってやって、そう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 じゃないんですよ。そうそうそう。いや、俺なんで俺の味方誰もいないの今日。いないですね。ね、続き読ませていただきます。あ、まだあるんですね。しんのすけさん、塵も積もれば山となると言いますが、コツコツ頑張ってくださいね。期待しないで見てます。期待よ。グッジョブ。なかなか。期待してないから17でいいって言ったんだね。その伸びで、いや、グッじゃないのよ。すごいな、みんなしんのすけさん知って、しんのすけさん大好きじゃないですか。言葉伝わんないけど伝わってくるね、言いたいことは。本当に動きと、すごい伝わってますよ、ね、いいな、さすがだな、しんのすけさん。さすがじゃないんですよ、さすがだな。期待をしてくれよ、俺。期待だけはしてくれよ、本当に。パトスとかやってるからですよ。パトスとかやってるから。アイキャンストップやってるから。本物、本物のアイキャンストップ出ましたよ。いやいや、そういうことやってるからね、え、17.3 なんですよ。そういうことしてるから逆位置も出るんです。ちょっと逆位置を、もう今日の逆位置は俺のせいじゃないだろう。今日のタロットはしんのすけさんのせいで逆位置でした。全てしんのすけさんのせい。俺の影響力すごくないとしたら。今日はしんのすけさんのせいです。世界を動かしてるよ俺は。そう、本当にもうあなたのせいです。ねえ、ゴールデンウィークの経済が変わるよ、俺のおかげで。本当ですよ。もうちゃんとして、ちゃんとして来月は 30% 目指していきますんで、はい、覚えておいてください。はい、ね、いろいろメイク道具も揃えて、メイク道具も、ね、ちょっとずつ増えてますからね。ちょっとずつ増えてます、はい、はい、頑張ってください。期待しないで楽しみにしております。はい、期待してください。はい、じゃあここで本日の3曲目聴いていただきたいと思います。まどかで100万本のバラ聴いてください。どうぞ。
まどかで100万本のバラ聞いていただきました。はい、ではね、本日もお絵かきコーナー参りたいと思います。ね、実は今日はプーさんをね、ちょっとね題材に書いてみようかなと思うんですけど、はいはい、調べたら去年の2022年頃にプーさんの権利が、著作権の権利が終了したんですね、はい、で、それに伴ってプーさんのどぎついホラー、プーさんをこうかぶったホラー映画が今年か来年放送される、放映されるんですけ ど、はい、お亡くなりになって50年ぐらい経ったら著作権がそのなんか権利が発生してから95年かな、確か。 でそれで権利が消えて、ただディズニーのプーさんに似せちゃいけないっていう決まりはあるらしいんですね。そうだから、そうじゃない、全く似てない、でもプーさんのお面をかぶった殺人鬼みたいな、うん、ホラー映画がね放送されるので、ちょっと楽しみにしてるんですけど、はい、そう、ディズニーのものじゃないんですね、プーさんっていうのは。そもそもはもともと、あの、なんだろう、本があって、でそこから派生してる絵本なんですね。そうです、そうです、そう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 、はい、はい、じゃあね、ではプーさん3分間経っていきましょうか、はい、プーさん、プーさんはね、僕ね、めちゃくちゃ得意なんですよ。本当ですか？僕が大学生ぐらいの時に、はい、なんか UFO キャッチャーに、プーさんのぬいぐるみってめちゃくちゃあって、女の子ってみんなプーさん好きだったんですよ。あ、まあ、で、なんかありました、ね、車にみんなプーさんのぬいぐるみ置いてたんですよ。確かにプーさんみんな好きだったかも。そうですよね、だから歌にも出てきますもんね。プーさんのぬいぐるみを、姉貴から借りた車でプーさんのぬいぐるみを置いたまんま彼女デートしたみたいな歌とかもあるぐらい、プーさんのぬいぐるみを、そんな歌あるんですか？あります、あります、あります。鼻難しい。本当？本当ですよ、本当？なんで俺嘘つくんですか？いやいやいや、早く書いてくださいよ、喋って3分間ですよ。いや、あの歌なんだっけなと思って。時間進んでますからね。それはポップスですか？ポップスです。あれ？顔難しい、全然思い出せないな。でもね、プーさんでしょ？はい。でもプーさんのぬいぐるみ、うちめちゃくちゃありましたから、だから本当にその当時は、やっぱそれは女の子モテるため、女の子モテるためにね、見本があったってことですね。そう、プーさんの夢あげるよってやっぱ言えるように、プーさんをやっぱいっぱい持っとくっていうのがやっぱ一つ手段ではありましたから、その当時の。プーさんか、プーさん、これプーさんってどんな目してました？あー、そう、あー、そうでしょうね。すごい、ずれちゃった、やばいやばい、ちょっと待って、ずれちゃった、どうしよう。プーさん、あれ、プーさんってどんな感じだったっけ？プーさんの目はちょんってしてたはず、確か。あれ、なんかどう、え、難しい。プーさんっていうのはやっぱクマですから。そう、クマ。意外にでも顔のバランス難しいですね、プーさんって。ねえ、結構、でもさっき言ってた通り、確かにプーさんってその本から、プーさんって T シャツ、 T シャツじゃないですか？赤い T シャツ、赤い T シャツですか？あれ、全然違うキャラクターになっちゃった。え、 T シャツって丸首 V ネックかな、なんかちょっと襟があるような感じの、襟があるような感じ、あ、目が描けないかも、プーさんの。すごい難しいな、なんか上半身だったよね、さっきの絵ね。上半身、ね、上半身でいいですか？そうですね、あ、目近かったかも、全然違う人、なんか知らないおじさんみたいな、どうしよう、全然違う顔になってきちゃった。なるほどね。あ、全然今回描けないかもしれない。はいはいはい、じゃあ僕の優勝ということで申し訳ありません。いや、絶対嘘だな、絶対嘘だな、これ。今回結構私無理かもしれない。やっぱ、うわっしゃー、絶対嘘だな。いや、プーさん、やっぱ俺ディズニー好きだからね、本当に。やっぱプーさんなんて、そりゃそうよ。これプーさん難しいかも。2人ともね、あ、これ何？タイマーです。今起きる時間としている、うん、タイマーです。はい、あ、難しいな。じゃあじゃあまずヒカルさんからいきましょうかね。はい、勝ってるね。いきます。これこれ長っ。白くまのプーさんじゃん、これ。なんか、いやいや、
ちょっと違うね。これはひどい。なんかちょっと違うね。これ難しいですよ。やりましたね、ついに。なんかちょっと違うね。これは違いますね。いや、これやばいですよ。ちょっとアリクイですもんね。珍しくアリクイ。これ難しいですよ。難しいね。あのコカ・コーラの白クマに似てますね。うん、どっちかっていうとそっち。なんかクマちょっと意識しすぎたのかな、うん、うん。かもしれない。でも小田クナじゃないからプーさんですからね、お題は。難しいっすよ、プーさん。いやさあ、これどっちからいこう。私としんのすけさん。しんのすけさんラストにしてみますか。そうですね。ちょっと勝てそうですね。今回勝てるって。勝てるって自負してるんでね。じゃあいきますよ。なんかひどいひどいなんか半袖漫才ひどいですねこれ。いやでもでも全でもなんだろう。いやいやいや、でもあのプーさんの顔ではな い, い, やいや違うね。イメージ子供が描いたプーさんですよね、やっぱり。うん、子供が描いてみたプーさんみたいな。これは違うな。顔の形とか難しいもんね。意外に角張ってるんですよ、プーさんって。そう、意外とね、顔の肩角張ってますよね。形がね、難しいの。そうなんですよ、顔が丸じゃないんですよ。で、耳もなんか分かんなくなっちゃって。意外にちょっと形もね。そう、うん、そうでしょ。意外と難しい。さあ、いけるかな。マジで優勝きました。散々言いましたからね。散々言いましたからね。はい、いきます。いや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 、結構勝てる。あの、ギャグ漫画日和の熊吉くんみたいになってるから。いや、これいけるでしょ。ギャグ漫画日和みたくなってる。ちょっと待って、全然いやいや、ギャグ漫画日和こんな。いやいや、ブーンさんこんな感じじゃん。耳がもう違うじゃん。いやいや、耳三角だから。え、これ耳が違う。人ですもん、した体が顔だけ動物で。いやいや、もうこれですよ。いや、マジで耳が違う。一番違う、いやいやいや、なんか狼の擬人化みたいな感じだよね。いや、ちゃんとした審査員呼んだら絶対1位これ。いやいや、これは違いますよ。狼の擬人化ですよ、それ。じゃ待ってください、本当に全然違う。後で見せますね、その熊吉くんっていうキャラクター。そっくりですから、これ違う子ですもん。熊吉くん書いてないの。いや、熊吉くんです。本当にこれ、ね、こうプーさんと隠してこれなんでしょうって言ったら、これプーさんってわかりますよね。いや、そんな耳尖ってないですもん。それはプーさんってわかんない。あれ、ミッキーの耳じゃないですか。私の方がプーさんってわかる。私こっちの方がいいですよ。そう、だってもう絵に現れてますもん、今日パトスパトスで。ちょっといやらしい変態チックですよ、その顔。ちょっとやらしい、なんかちょっと口角上がっちゃって、ほら、ちょっとやらしい顔した。あの、優しいぶってやらしいこと考えてる中年のおじさんぐらいの感じの顔になってる。中年のおじさん描いてるんですか。熊のプーさん描いてる、それ。やらしい顔してるじゃないですか。これもうすっごいやらしいから。プーさんやらしい顔してませんから。俺やらしいことしないからみたいなこと言ってるけど。そうです。飲み行ったらやらしいことしてくる中年のおじさん。そう、はい、大丈夫だから、大丈夫だからって言って。やらしい顔しますよ。悪い顔してますよ。じゃあ僕の1位でいいですか。これはどうしましょう。これは結構、やっぱり、でも私か、ね、姉さんですよ。しんのすけさんはないです。ないです。いやいやいや、ない。だったらヒカルが一番近いんだよ。あの元のね、プーさんにね、近いんですよ。近いですかこれ。近いですよ。あんな冬着みたいなの着てますよ。冬着。なんかこんな感じの服着てません。あんなモコモコの着てる。襟、なんかちょっと襟プってなってるんですよ、プーさんって。あ、なってるかも。襟がプってなってるんですか。プーさんだけに。プってなってるの。そう、プーさんだけにね。どうなってるのか分かんないんだけど、襟がプってなってるわ。もう全然分かんないよ。絶対音としては。襟プってなってないでしょ。なんかなってますよ。そう、なってた気がする。フードかぶって、なんかフードついてんのかなって思うぐらい、こう襟分厚い時あります。ああ、じゃあまあ合ってるか、うん、はい。それはまたちょっと違う襟で、もう T シャツじゃない服、変態猫みたいな感じ、うん、変態猫ってなんか存在しないから、変態猫がまず。いやらしい猫ですよ、完全に。完全なる。じゃんけん。じゃんけん。じゃんけんじゃない。3位は決定です。3位は決定で、多分ヒカルが一番こうね、いい感じでプーさん感は出てると。プーさん感はね。そう、私はちょっと違うキャラクター見たくなってますけど。キツネですもんね。キツネじゃ、耳はキツネじゃない。プーさんでもそんな感じですよ。いやいや、耳はキツネじゃない。しんのすけさんほどひどくないですって。しんのすけさんちょっとありえないですから今日、はい、まあ、今回はあかんやつですよ。はい、なのでね、後で名前を書いて、はい、写真もね、アップさせていただきますので、はい、不服みたいですけれどもなんだかね、しんのすけさんもすごい不服そうなお顔をねされてますけれども、これは確実にしんのすけさんがビリですね。はい、
ね、決まってますね、それは ね、はい、ね、そう、あんなにね、自信満々にね、言ってたのにね、全然違うじゃないかと、もう全然似てないじゃないかっていうところですからね、はい、長っ悪口長いな一人でね、パトスのこといじられたから反撃のチャンス見つけたらグリグリに傷をやってくるね、もうパトスでやられたんでね、パトスだいぶバカにされてきたんでね、もうこれはね、やりますよ、はい、はい、もうあのタイトルもつけときますからねそう、不審な猫っていう、不審な猫じゃない、不審な猫のおじさんっていう、はい、はい、じゃあそんな感じでね、本日もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。もうあっという間ですよ、あと2時間ぐらいやりたいですね、いやいいですね、それはね、やんなくていいですね、もう仲いいですもんね、2時間やったら何回パトス言われるのか、延々とパトスいじられそうなんで ね、じゃあね、告知コーナーに参りたいと思います、はい、はい、ではまずヒカルから今海外に入ったね、はい、しんのすけさんの老犬、あ、しんのすけさんの老犬だって、老犬ですって、老犬、老犬ですよ、老犬じゃない、はい、じゃあ今日はヒカルはポコチャやるのかな、はい、やらせていただきます、深夜配信、はい、12時過ぎ日変わってから始まりますので、よかったら遊びに来てください、はい、そしてインスタグラムと TikTok もね、昨日更新しましたので、よかったら見てください、はい、動画、動画ですね、はい、あのエンジェルサイズさん の服を着ながら、うん、あのそのエンジェルサイズさんのタベルノスキーさんが結成したアイドルグループの方々の音源を使ってるので、はいはい、よかったらインスタ、TikTok 見てください、アイドルグループさんが、ね、デビューしたのも、ね、今年、去年だっけね、 なんてグループ名かはまだ、シュワシュワシンドロームっていう、シュワシュワシンドローム、かわいい、みんなぽっちゃりさんで、そうな、そうだみたいな、そうでんですよ、かわいいなそうでんですよ江戸の人がなんか江戸の方いません大丈夫ですか、タイムスリップしてきたの、いや、大丈夫ですね、そうです、デンスケさんが、はい、ね、デンスケが来ました、デンスケ現れましたね、はい、そして、はい、しんのすけさんのツイッター、はい、そうですね、はい、ヘビちゃんですね、ヘビがね、昨日脱皮しましたんで、あ、またそうなんですね、はい、結構なんか周期ってあるんですか、脱皮する、そういうわけではない、そうですね、結構だからまあ体が大きくなって、うん、皮がきつくなってきたら脱皮するっていう感じで、はい、そうですね、なんかライブとかも決まってるんですか、ライブとかも決まってるのもありますし、はい、そのツイッターに、はい、はい、いろいろね、載ってるのでお願いしますあれですか、ゴールデンウィーク中はなんかイベントとかは、ゴールデンウィーク中はイベントはないんで、じゃあディズニーランドに行く、ディズニーランドじゃ、なん、ちょっとなん、ついてる、混んでますね、チケット取れないですよね、あれ取れるんです、当日で、あ、どうだろう、取れないかも、取れないか、取れないかもしれないね、残念です ね、はい、じゃあね、ちょっとディズニーランドじゃないところにね、楽しみに行ってください、はい、はい、そして私まどかのインスタグラム、はい、うん、ちょこちょこね、なんかいろいろアップしております、はい、で、おとといか、おとといちょっとね、初めてあのホラー怪談を生で聞けるスリラーナイトっていうね、ライブ見に行ったりしたんですけど、歌舞伎町にお店があって、そこで本物の怪談師さんが動画では話せない怪談を話してくれるんですよ、そう、でも大好きな村上ロックさんが、ね、こう話してくれて、そういうのもちょっとね、インスタ載っけたりするので、ぜひチェックしてください、はい、そしてもう一個ノスタルジアの方、はい、こっちですね、もうやっとこの、 あの連休中にいくつか作れるかなと思うので、はい、アップしていくのでぜひともチェックしてください、はい、はい、よろしくお願いします、ちょっとね、梅雨っぽい感じのね、うん、あの色合いのとかも今作ろうかなと目論んでおります、はい、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ではね、5月も皆さんね、今週からよろしくお願いします、お願いします、はい、また来週お会いしましょう、はい、まどかと渋谷でランデブーでした、バイバーイ。